知ってた？イルカってさ、めっちゃ性格悪いんだよ。怖くない？マジ無理なんだけど。あんな人畜無害そうな見た目しといてさ。ゆうとっち、あとくるみたい。クマありがとう、クマ。ハート。ハートクマ。わ、よくない？ちょっとハートクマ流行らせてこう。ハートクマ。うん。結構悪い顔、なんか みたいな顔じゃん、イルカって。ああ、恐ろしい、恐ろしい。ああいうね、可愛い顔して、すごい腹黒い存在に我々陰キャは虐げられてきたんだ。絶対にイルカを許すな。イルカに何の恨みがあるんよって話だけどね。ほんとそう思う。なんか平気で子殺しとかするらしいよ、イルカって。ああ、恐ろしい、恐ろしい。やめてよ。ほんとそう、イルカに何の恨みがあるん？ミューは眠くない。あ、めちゃくちゃ眠いけど、ここまで来たら24時まで話したくないとか思ったり。こっちが勝手に美化してるだけ。最初からいるか悪いやつ。いや、ほんとそうだよね。勝手にさ、感情移入してさ、なんか動物は、ね、同じ哺乳類だからとか言ってさ、言うけど。まあ、哺乳類と、変わらんなら人間と一緒だよねって思った最近。まあそれとは別でイルカ坊は可愛いんだけどね。うん。いやー、動物ですね。俺たちだって動物。そう、ニコ生でさやかがさ、ハビって分かったのすごくない？ なんか歌詞とかメロディーは知ってるけど、踊りってのとは知らないからさ、すごい。 HKT 超絶おじさん、クラゲありがとう。クラゲ歌詞だこれは。松潤さんありがー。クマハート。あれだね、いつかのさ、ショールーム、いつかのタイミングで梅酒で乾杯したいね。多分長い時間やってるとだんだん酔っ払ってきて怖いから、まあ短い時間になると思うけど、乾杯ってして。 卒業したら生存確認できる？できるんじゃない？みゅそ。みゅそ。多分、りなとかさやかとかめちゃくちゃ遊ぶと思うから、卒業した後でも。話には出てくるんじゃないかなって思うけど、知らない。わかんない。出してくれたらだけど。卒業。私からショールームをするということはきっとないだろうなと思うし。酔ったところで、私酔っても顔は赤くならないし、割と意識も普通だから、そんな そんな変わんないと思うな。まあ配信してる後ろで寝転がってたりはするかもしれないね。
俺によってやばい、口説かれてる、うまいこと言っちゃって。なんでショールームめっちゃやってるアイドルいるよ。まあ確かにいるけど、まあ、私がするってなると想像つかないんだよね。どうなんだろうね。やめたら承認欲求とか出そう？どうなんだろうね。案外出ちゃうかもね。なんで今はさ、まあ、いつでもって言ったらあれだけどさ、いつでも満たしてもらおうって思ったらさ、まあ、インスタもあるしツイッターもあるし、それこそショールームもあるしでさ、いろいろあるからさ、まあ、別にって感じだけど、やめたら全部なくなるわけだからさ、まあスポットライト症候群には多少なりともなってると思うよ。まあそれは本当に自分でも認めるけど、多分アイドルって なっちゃうんじゃないかな、意図せずともそういう風に。たくさんすごい大量の水鉄砲を。ありがとう。夏だね。まあでもあれかもね。ただこれだけは言えるのが、私割と本当卒業じゃないや、本当 HKT 入る前からなんかコスプレイヤーっていうのかな、なんかそういうコスプレイベントに参加してみたくて。でまあ、結局一回も参加できないまま HKT 入ったから、それはもしかしたらどっかで出没するかもしれないねっていう、するかもしれないししないかもしれないし、まあ、でも興味はあるなっていう、卒業じゃないコスプレっていうのかな。だからコスプレイヤーほどではないと思うけど、趣味でコスプレはするしたいな、新しい趣味として。その時は教えてください。まあまあまあ、下からは取りに来ないでください、上からでお願いします。友達がね、ティーモコちゃんっていうお友達が割とコスプレとかしてるから、被写体モデルさんの活動してるから、まあ、その子のコスプレイベントのアシスタントはしたことある。HKT にまだいる時に、本当に2年前とかコロナなる前に、ついてきてって言われて、いいよって言って荷物持ってうろうろ後ろついてってた。やばい、58分だ。もーちゃんいいね、ありがとうございます。ま、考えましょうや。アイテム意外と読めてないね、意外と読めてないね。ちょっと一旦壇上だけ読ませていただいて。13位キャラメルプリン、12位緊急行通過駅さん、すごい早口言葉かな、ありがとうございます。11位ゆっくんさん、10位新石竹半さん、9位えいめいさん、8位ゆたかさん、7位 HKT 超絶おじさん、6位なあこちゃん、5位これらよしさん、4位まーちゃん、3位くーさん、2位松潤さん、1位ゆうとちゃんとくるめたいさんです。ありがとうございます。ありがとう。
なんか話足りなかったね、最後らへん。もっと話したかったんだけど、うん、まあまたいつかショールームすると思うんで。多分てかパジャドラがさ、今週っていうのがさ、もう私信じられないの。多分明日朝とか暇だと思うから、ワンチャンするかもしれないし、しないかもしれないし。まあするときはまたツイッターかなんかで言いますわ。そう、今日はニコ生やってたからツイッターで言うの やめとこうと思ってやめてたんだけど、またするときはツイッターで言いますね。ではでは、バイチャラホイ、楽しかったね。おやすみ。明日からも頑張ってください。バイビー。